まいラーメンも止めてどこまでも貪欲に探し回る九州一周の旅、まだ見ぬラーメンに心を躍らせ、作り手の一杯に込めた思いにラーメンの奥深さを知る、旅人の心揺さぶる麺ロードムービー、突撃九州ラーメン探検隊、長旅もここまで来たら五島だよの巻。博多から始まった九州一周の旅も長崎市まで来ました。海外貿易港として栄えた出島跡を散歩する探検隊。出島ですか。出島ですね。昔はここしか外国とこう共通の場所はなかったってことですね。ラーメン博物館をプロデュースし、ラーメンライター、ラーメン講師などの顔を持つラーメン文化宣教師、ハンツ遠藤。ラーメンへの欲望のためにこの番組を企画。四十過ぎて豚骨ラーメンの魅力にハマる隊長、馬場明。いやでもいい天気ですけど、今日はどこに向かうんですか。出島ってぐらいですからね。五島の方行ってみませんか。五島列島。五島列島、五島うどんじゃないですか。あっと驚くようなラーメンがあるかもしれないじゃないですか。お聞いたこともないみたいなラーメンを。僕らラーメン探検隊でしたね。探検隊ですからね。そっか、やっぱりあの探検しに行きましょうよ。あるんですか。あると思うんだけどな。あ、行ってみましょう、行ってみましょう。行きますか。五島。隊長の思いつきで一行は長崎から100キロ離れた東シナ海に浮かぶ五島列島に向かうことに。まだ見ぬ島ラーメンに興奮状態のハンツさん。五島、五島の皆さん、こんにちは。ラーメン探検隊、ラーメンカモン。長崎港から4時間かけて到着したのは五島列島の中心地、福江島。着きましたね、五島。ようこそ五島へ。ああ、馬場さん、ウェルカムトゥ五島。五島へようこそ。分かる、同じこと書いてあるんですよね。あ、これもう真っ青ですよ、青空。早速朝ラー探しに市内の繁華街へと向かいます。朝ラーの店を探す探検隊ですが、お目当ての看板は一向に見つかりません。どうなんですかね。思わず地図を睨む隊長、馬場明。向かった先は、ちょっと観光局。美味しいラーメンさんとか知ってますかね。知ってるでしょう。困った時の観光課。着きました。結構大きいですね。でかいね。スタッフが話を聞きに中に行くと、すいません、担当者が出てきたようです。なります。今日はあの、何も後藤のこと知らずに来てしまいました。一つよろしく。よろしくお願いします。どちらから来られたんですか。東京でですが、ラーメンを、なんかないですかね。後藤うどんに行きましょうか。まず後藤うどん。あ、後藤うどん。はい、はい、ちょっと離れてるんですけどもね。じゃあこの車で我々借りてきたんで。はい、案内していただけるんですか。そうですね、行きましょうか。あ、いいですか。すいません、行っていただけるんですか。本当に、はい、よろしくお願いします。あ、嬉しいな、なんか一緒にずっとついていっていただけるなんて。かつてない展開に探検隊の士気も上がります。ラーメン探検隊に強力な助っ人登場。五島市観光課の東條さん。
だから日本のその麺料理発祥のうちにやっぱり一周回ったら来なきゃいけないじゃないですか。それが五島だもんな。あの遣唐使がうどん持ってくるときにここに寄るじゃないですか、はいはい、だから五島うどんが日本のうどん発祥の地だっていうふうに聞いたんですけど、だそうですね。やっぱりそうなんですか、うん、あそのように聞いてますよ。 そこから稲庭に行ったとかっていう話みたいです、ね、手の辺の関係は全部稲庭もそうですもんね。阿波、はい、さんすごいうどんに出会いますよ。すごいね。地獄炊きですよ。いやこれね自慢できるよね、みんなにね。うどんって書いてます。西に走ること15分。うどんあった、キラ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 してますね。ありました。築水亭ですか。はい、築水亭行きましょうか。あーここか。いや堂々としてて築水亭さん。本日1軒目にいざ突撃。こちらいらっしゃいませ。はい、あこれは何名様ですか。3人です。はい、素敵です。地獄炊きいいですか。はい、地獄炊き3名様です。はい、ちょっとお時間をいただかないと5分ほど。はい、全然いいです。先生お待ちください、はい、5分が楽しみで、5分でもお時間いただくって言うんですね。それこそのあの後藤に麺を運んできたと言われる遣唐使が日本で一番最後に最後の寄港地がこの後藤なんですよね。最長や空海もみんなそこから出てた。そうです、まあ空海ですね。空海空海空海なんか来ました。あ来ました来ました。なんか来ました。あ東條さんこれですね。いいですか。すいません。さあ何が出てくるんだ、はい、どうちょっと多かった、ね、これはすごい3人前、いやなんかこれラーメンじゃないですか。これこれはうどんというイメージではないですね。ないですよね。これ薬味ですね、はい、下に出汁が入ってますので。あったかい出汁だ。そうなんです。あったかい出汁です。あすいません、私の先で申し訳ないです。どうぞ。はい、どうぞ。どうですか、このやっぱり手延べなので結構普通のうどんの中でも細いです。早く食べたいハンツさんですが、あ、熱地獄が地獄が来た。いやでもこのぐらい熱々の方がいいですね。うわ止まんなくなりますね。あ喉越しもいいです。あすごい、あのね麺がシコ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 ってしてます。歯触りがね気持ちいいですね、これ、うん、あ結構魚の出汁、これ顎ですか。これだけは顎だけ使ってるんですよ。あ顎だけなんですか、はい、卵で食べるのか。うまいですよ。うまいですか。ちょっと僕も卵を入れてみよう。おきゃあふれるかどうか。麺が絡んでちょっと黄色っぽく、卵絡んで。いただきます。うん、うまいうまい。これもうね日本中の人来なきゃダメ、後藤に。うまい。おいしい地獄ですね。うん、本場五島でうどんを食べれるなんて探検隊はラッキーですね。築水亭さんどうもごちそうさまでした。中心街をちょっと離れるとそこにはどこかで見た風景が広がっていました。車を西に走らせること40分。
観光客も訪れるここに探検隊にぜひ見せたいものがあるとのことで。こんにちは。おお、すごいよ。これ日本。このエメラルドの色はすごいですね。プーケット。ここは地元では日本で一番美しい砂浜と呼ばれているそうです。確かに理由がわかる気がします。そして目の前に広がるのは東シナ海。こちらが西ですね。西、うん、じゃあこのずっと先に行くと中国大陸があると。あまりの美しさに今どこにいるのかわからなくなってしまいそうです。全てを忘れただただ遊ぶ探検隊。うわ、海がすごい間近になってた。綺麗だな。海辺です。おばさん一生懸命なんか撮ってますね。こんにちは。何撮ってるんですか。貝の種類ですね。貝。貝。これはムラサキインコと呼ばれる貝。これが全部なの。お、貝だ。僕ずっとねこれ岩かなと思ってたの。わかりますか。タコです。おお、かわいいな。おー、頑張れ頑張れ。東條さん何か取ってきたようです。ですけどね。あ、ウニだ。ウニだ。少し髪がないですけど、ね。いただいていいですか。どうぞ。これ食べられるんですか。食べれます。いただきます。あ、うまい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 。あ、うまいうまい。塩味が綺麗に効いてていいですね。すごいうまい。ここでも何か取れるらしいですよ。あたりです。小さいのでしょ。小さいの動いてるでしょ。そっとすくってみると、おお、ゴラ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 、うわすごい。これ生でもいいんですよ。食べて美味しいですよ、うん、普通はかき揚げとか。そうです、そうです、かき揚げします。あの田舎でも萌えびって呼んでるんですよ。萌えび、萌えび、海藻のもですよ。へえ、いい味かけんですよ。え、本当ですか。あ、じゃあ僕もちょっといただいてみようかな。よし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 。うん、お、結構新鮮だから美味しいですね、うん、シャキシャキっとしてと、うん、波の音に引き寄せられる探検隊。うわ、綺麗。すっごい綺麗。年を忘れ、無邪気に遊ぶ探検隊。ただただ童心に戻れる時間がここには流れていました。五島探検隊はまだまだ続きます。お次は島北東部に向かいます。ずいぶん走ってきましたね。ここ奥浦町は16世紀から五島のカトリック信仰の中心地だったそうです。燃えるようなこの赤レンガはわざわざイタリアから運んできたもの。屋根は瓦葺きという和洋の建築技術が生かされたこの教会。さまざまな文化が交錯してきたこの島の奥深さを少しだけ理解できた気がした探検隊。すごいとこですね。綺麗ですね。どこ行っても綺麗。そうですね。あの、私たち見慣れてますけども、そう言っていただくと非常に嬉しいですね。
あ、後藤いいとこですね。ありがとうございました。でもちょっとね、お腹すきましたね。あの、実はね、今日僕はラーメンの旅なんで、はい、そのそろそろお腹空いてきたんで、いや、後藤丼も大変美味しかったんですが、はい、そろそろラーメンを食べたいなと思うんですが、ちょっと、はい、どっか連れていただけますか。行きましょうか。あ、あるんですか、ラーメン。次はいよいよラーメンで胃袋を満たす時間ですよ。探検隊は再び市内へ戻りました。そうです。いやー、どこなんです。もうすぐなんです。お腹すきましたよ。あそこです。あ、これだ。これログハウスという。お、うつみ、これ大きいじゃないですか、これ。いや、ここはママさん普通わかんないですね。わかんないですね。いやー、住宅の中ですもんね。それは期待が持てます。行きましょう、行きましょう。こんにちは。こんにちは。いよいよ五島でラーメンですよ。ログハウスっぽいじゃないですか。じゃあちょっと、じゃあ失礼します。さーてと何にしましょうか。いっぱいありますね。ラーメンもあるし、ちゃんぽんもあるし、うどんもあるし、定食もあるし、カツ丼もあるし、やっぱりね、ほら地元の方がね、やっぱりしょっちゅう来てもいろんなメニューを食べれるようになってるんですよね。僕こういうお店結構好きなんですよ。お、五目ジャンメン、これ珍しいですね。そうですね。こっちの方はよくジャンメンっていうのがある。いや、ここだけでしょ。ここだけですか、はい、どうせならもう五島式ちゃんぽんにしようかな。でいいですか、それでいいですか。はい、それ、はい、あと味噌ラーメンを。味噌ラーメンを一つ、はい、はい、以上でよかったですかね。はい、はいはい、お願いします。五目ジャンメン、味噌ラーメン、式ちゃんぽん一。そうです、ついに今日一杯目のラーメンです。ラーメン検討しも食べたこともないな。僕らがある意味検討し。そうですね。熱くもう数秒も待ちきれないハンツさん。ここに麺、ん、お、連携プレーがいいですね。やっぱり豚骨なのかな、結構白濁しています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、このカレーなるタバスのファイヤー来ました。さすがです。これはやっぱり普通のラーメン屋さんではできませんね。お、連携プレー、よく入りました。そして、あ、できました。いや、スパイパック、おお。これは麺と一緒に野菜もこう炒められて完成。あ、野菜がいっぱい入っています。お常連ですね。はい、失礼します。お、あ、来ました。はい、はい、うわー、うわー、五島の良さが見たことないね、こんなの。すごい。これがジャンメン。はい、はい、あ、いいですね、それ。味噌の香りかな。炒めた野菜、もやしですか。そうですね、もやしです。あ、結構うまそうですね。それは、はい、白味噌っぽい感じですかね。うん、いただきます。あ、麺結構細いな。おー、これ。スープのとろみと麺がこう絡み合っています。いただきます。あ、このとろとろ感がこう麺にこう絡まるわけです。あ、綺麗だ、綺麗だ。いっぱいいろんなもん出てきます。ザクザク。あ、これはちゃんぽんの麺だな。いただきます。グッドです。グッドタンポン。ちょっと僕気になってスープどうしてもいっぱい飲ませてもらっていいですか。
そうですか。お願いします。どうぞ。僕ね、味噌ラーメンと聞くとね、ちょっとね、目がないんですよ。ああ、上品な白味噌ですね、これは。僕のこのとろみがもう、とろとろです。なんかすごいな、俺いろんなもん出てきちゃうの、中から。宝箱。本当ですね、それはもう。なんか、イカうまいじゃないですか、これ。美味しいですよ。イカと豚肉とエビと、こんな大エビまで。うまっ。スララーメンを食べる3人。ハンツさん、ちゃんぽんに手が伸びました。このちゃんぽんはさすがに後藤って名前がつくだけありますね。結局普通のちゃんぽんよりも海産物の味がぎゅーっとこうスープの方に溶け込むんですね。さらに深みが出るっていうのはこのことだな。きれいに行きましたね。ああ、ばあさんなんか本当に綺麗ですね。あのね、いろんな具材入ってて楽しいですね。はい、700円のお返しです。どうもありがとうございます。です、ね、美味しいですね。一、はい、つお願いが。はい。実はですね、あの近畿の記念に丼をいただいて歩いてるんですよ。丼をいただいて歩いてるんですが、一、はい、つこちらの丼。丼すり鉢がいいですか。あの何かどのの。はい、中華でいいですか。わ、素晴らしい。これは美しい。すみません、いただいてもお待たせしました。はい、娘の丼しっかりいただきます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いやいやいや、あー、腹いっぱい。もう本番です。後藤が全部入っちゃいました。こんなに素敵なお店を教えていただいて本当にありがとうございます。どうも、来ていただいてありがとうございました。じゃあついでにもう一軒いいでしょうか。もう一軒ですか。もう一軒ですか。行きましょう。せっかくですから。行きましょうか。もう食べられない。東条さん、もう腹いっぱいだ。博多から始まった九州一周の旅もついに福江島までたどり着きました。今夜は観光家の方々と懇親会。いただきます。乾杯。ありがとうございました。酒の魚は五島名産きびなごの入り焼きという鍋。これはお酒が進みますね。あんたも酒が美味しいですね。これだから旅はやめられない。お願いします。最高。